スバルトラビック、トラビック、トラビッチは、ゼネラルモーターズ、GM 参加のオペルが開発し、GM の大工場で生産され、富士重工業、現、スバルが日本国内で販売していた7人乗りのミニバンである。2001年8月発売、スバル初の、いわゆるミニバンであるが、同社は1983年に、軽商用車サンバーをベースに開発した。 リッターカークラスのワンボックスカー、ドミンゴを発売しており、三列シート車としては、初ではない。2001年当時、GM と資本提携していた富士重工業が、欧州における GM の子会社であった、ドイツのオッペルが開発したミニバン、ザフィーラの OEM 供給を受けたものである。ただし、生産されたのは、ドイツではなく GM の大工場であり、 GM ジャパンを通じて輸入され、スバルブランド車として販売された。ステアリング位置は右のみ。エンジンは当時日本に輸入されていたザフィーラよりも大きな 2198cc エンジンを搭載。また、日本市場導入にあたって、オーストラリア、ホール電車からテストコースなどの支援を受けて座る実験部隊によって、事前に車両特性などが確認された。 トラビック誕生の経緯は、まず GM の戦略として、GM 対工場で生産されるザフィーラを安い価格で、アジアを中心に展開するという計画が元となっている。GM は、その戦略展開の中心企業として1999年に資本提携をした富士重工業に白羽の矢をりつた。また富士重工業自体もミニバンが ファミリーカー市場の主流となっていたにもかかわらず、ラインナップにミニバンがなく、この計画で、その空白を短期間かつ比較的少ない費用で埋めることができると考えられ、GM 及び富士重工業の両者とって大きな魅力のある計画と思われた。しかし、トラウィックはオペルブランドのザフィーラと共に販売直後から、日本市場で極度の売り上げ不振に陥り、日本における コペル社のブランドイメージ低下の原因を作ってしまったと言える。2車両は基本的には同じ車でありながらトラビックがザフィーラよりもかなり安価に販売できたのは生産コストの安い体制であったからであると言われている。しかし内容的には大きなエンジニアより充実した装備品一部グレード以外ではサイドやバックの不装備など安全装備はやや落ちる部分もあるなど むしろ高度な部分もあった。また、スバル側で、フルエアロパーツ16インチアルミホイールなども、企画された。トラビックの大きな特徴の一つは、ドイツのアウトバーンを7人フル乗車状態で、時速時速 170km で安全に巡航、長距離移動ができるように設計されていることで、全車トラクションコントロール、イブド機能付き ABS、ドアロック自動解除機能を装備するなど、 その安全性や高速走行でのスタビリティは高く、当時の日本の同クラスの車種とは次元の違う性を持っていたと言える。これは元となったザフィーラの設計において、主に操縦安定性を高めるためのサスペンションチューニングなどを監修。それらを徹底的に追求した結果であるとも言われている。多くの日本車で見られた内装や仕上げの過剰品質。 使用頻度の低いシートアレンジを廃止、走行性能や安全性など、自動車としての基本的な機能を重視した点は興味深く、発売当初は多くの自動車評論家から高い評価を与えられていた。ダイヤル式無段階調整式リクライニング機構は、日本車では一般的でなく、使いにくいと不評であったが、微調整できる点では優れており、 チャイルドシート使用時などの安全性には寄与している。2004年11月、GM タイ工場でのザフィーラ生産中止に伴い、日本でもトラビックの販売を終了。ただし、在庫分の車両の販売は2005年3月末までに、販売。販売累計台数はおよそ1万2千台であった。これにより、スバルの日本国内のラインナップからは2008年6月に、 独自開発のオリジナルミニバン、XC が、後の XC がクロスオーバー7を発売するまでの間、いわゆるミニバンがなくなった。デビュー当初は、以下の3グレードで構成。2002年に一部グレード大敗で、L パッケージを廃止し、最上級グレードに SL パッケージ、S パッケージにルーフレール以外の L パッケージの装備を追加したグレードを設定。2003年の小変更では、 ステアリングコラムのウィンカー、ディマートワイパーのレバーを日本車と同様の配置に入れ替え、2列目席にリクライニング機構追加、2列目中央席への3点シートベルト装備、ドアミラーの電動格納機能の追加、R レンジ時の警告音追加、テールランプの衣装変更、ウィンカー部分がクリアになったなどを行い、1795cc エンジン搭載モデルの A パッケージも追加された。 社名のトラビッチは、トラベル、旅行する、移動する、クイック、動きの速い、機敏なという二つの英単語を組み合わせた造語である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。